あの、僕思うんですけれど、一回の方が数字ですよね。そういうことじゃないね。名探偵コナンの延期があって、ですけれど。明太子コナン。明太子どこなん？おじゃなくて、名探偵コナン。あの子、嘘ついてません？明太子食べんな。嘘ついてる？だってね、新一だからでしょ。そういうことじゃない。蘭姉ちゃんに嘘ついてるわけではなくて、全国民、日本国民に対して嘘ついてるんちゃうかな思って。そもそも江戸川コナンでどこの国籍なん？あいつは江戸川区やろ。江戸川区とコナン市の白。ありがとうございました。して、思うんですけどね、何が嘘なのかって一人で喋らんかお前。何が嘘なのかって言いますとね、はい、いつもさ、あの子、真実はいつも一つって言うじゃないですか。マンティアオクラレッサンがもうすぐ15分後始まりそうな時にね、イエーやんばいや、そうって、ね、いや、もう変わってるやろ、アニメ。ねえ、それでね、真実はいつも一つって言うてると思うんですけどね、あれ嘘やと思うんですよ。あの作者の青山さんには申し訳ないんですけどね。何が嘘かって言いますと、真実はいつも一つって今僕言いましたね。真実はいつも一つじゃない、真実はいつも一つだっていうのを書いてほしいんですよ、僕は。これ何かって言いますと、事実と真実の違いがちょっと重要だと思うんですけども、事実と真実の違い知ってます？はい。知ってた、思うな。よく知りませんけど、知らないってことは事実ですか？僕知らない。鋭い学生おったら、好奇心旺盛な学生おりやん。え、僕が知らないってことは真実なんですか、はい、事実なんですか、どちらなんですか？あー、それは真実です。真実、真実です。それは真実です。それは事実。それも真実です。これも事実。真実です。説明しますね、今から。それなんで真実なのかというと、まあ、完全に言ったら事実は客観的なもので、真実は主観的なもの、つまり感情、うん、僕は思うとかそういうのが入ってたら真実なんですよ、大体。ああ、僕は知らない、知らないとしても他社会をしたら知ってるじゃないか。そう事実は、あなたが、うん、よくわからん、このままにしとでね、持ってくんな、持ってくんな。いや、簡単な例文で言いますとね、うーいっていう車ですよ。あおい、やられたぞ、前も。120キロで走ってる車があるっていうのは事実だと思う。120キロは事実なの。まあ、それはもう全然。あかんの。まあ、全然。申し訳ないけど、絶対だ。カウント的に事情されてることが事実という。そういうことですね。あ、で、速いっていうのが真実。そう、そういうこと。あの車速いって思う人もいるし、車遅いっていう人もいる。なんかちゃうくないじゃん。事実、真実ってこと。別に対立してないって。対立はしてない。もっと上手いコナン君は事実はいつも一つ言ってる可能性は。そうやね、ある。それは真実、人それぞれ真実があるけれども、その中でさえも一つだけの真実があるってことを言ってやる。いつも一つ、括弧の中ではあるじゃないのかな。真実はいつも一つ、そう、君の心の中にみたいなことじゃない。そんなんでいいの、名探偵が。え、だからコナンっていつもなんか容疑者にめっちゃ理由がね、かわいそうな、うん、だから真実を全面に押してるとか。一つじゃなくて、ん、その人は一つ、その人にとってはな、その人にとっては一つやけど、全体的に見たら一つじゃないやねんで、真実でも一つや、一つじゃないや。ええ、リンゴ一つ、リンゴ一つ、二つや、一つじゃない。何達成すんの。え、真実の話じゃないで、リンゴの話じゃないで、リンゴ一つやんってことじゃないの。え、リンゴは1個あって合計合わせたら10個やで、でもリンゴは1個や、これだから真実はこれ、いつも一つって言ってないの。そんなこと言うてんの。でもその、さっき言いましたけれども、リンゴっつってのはもう、赤ちゃんから見たらそれはもうリンゴじゃないですからね。藤田鬼太郎哲学や。そう。そうなの。だから、事実も一つではない。事実は存在しない。あるのは解釈のみ。っていう話になっちゃうんですよね、結局。それは事実ですか？真実ですか？真実です。全部真実なんですよ。なんていうの？解釈は、まあ、真実とほぼ同じ。白色っていうのも真実、事実ではなくて真実。では、さようなら。